はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。じゃあ、トキですシワーってお前さはい、新しいガチャが2つほど来ております。それぞれ見ていきましょう。はい、1つ目、狙い撃ちガチャ、パワーロボ VS ドロイド高校攻略、うん、PR 以上確定、本バナーナへ8キャラのみ出現、うん、はいはいはい、はい、結構いいガチャじゃないですか。そうですね。ただやっぱり10回限定っていうのがね、やっぱりあれですけども、うん、どうですか。まあでもやっぱ PR 確定、うん、で基本的にカズさんこの中で見ると結構 SRO 持ってたりするんで、うん、まあ、もうプラゴのキャラもいますけど、はい、まあ、うん、そうだね、解放は進むと思うんで、やっぱ PR やっていきましょう。やりたいと思います、うん、あとはこれですか、狙い撃ちガチャマンスリーセレクション、マンスリーセレクション、セレクション、これはですね、初回がもう SR 以上確定でございます。はい、アフロ、清本、マジカルー、これマジカル狙いだね。そうですね、うん、で結構ね面白いのが2回目がパワーストーン40個で回せるらしいです。うん、うん、なんか新しいですよね。新しいよね、はい、うん、だからここでマジカルをプラ5にする人はいるんじゃないですか。そうですね、うん、うん、ということで、まあこちら10回、あ、じゃあ別動画にしよっか。はい、じゃあそうしよう。その方が分かりやすいよね、はい、サムネイル的にもね。はい、じゃあまず最初は上を10回引いていきたいと思います。お願いします。いきます。SR 一体目標でいこう。そうですね、うん、解放で言うと欲しいとこは誰ですか。あのあれエレキテル、おお、3でしたっけ。ビビ、これもね嬉しいですよね。まあね、うん、5になったらまあ嬉しいですからね。さあ2回目です。さあ誰、見なかったことにします。うん、ここ唯一かな、今回5ですね。まあ唯一ではないんだけどね他にもいましたっけ。いるよ。さあ誰、ああいいですね。次いきます。キラン、あれ今回このガチャにはナヌークは入ってなかったですか。入ってないね。ああ入ってる。入ってないですね。ないよ。いや、ナヌークやっぱ相当貯めてきますね、うん、何なんすかね。でもこの前ネモさんとさ、はいはい、一緒に生放送やったじゃん。はいはい。でナヌークプラゴの人もちょいちょいいるらしいねっていうの出てましたね、うん、いやありえないっすよね。マルチドロイド考えらんないね。え、結局それってあれですよね、 SR 大丈夫像とか PR 大丈夫像使ってるってことですよね。さすがです。すごすぎるそれ。あ、かっこいい。うわー、グググ来たんだけどな。おう、エレキテルが欲しい。結構ばらけてますね今。おお、エサル来た。さあ誰、ここも大事だよ、すんげえ大事だよ。珍しく、あー貝塚か。うーん、前も出たばっかじゃないですか。うん、一番直近の素直に喜べない直近の SR も貝塚。さあもう一回来て。おお、すっげえ、ね、なんだこれ。3回来たらすごいよ。ググがないです。ググってないうーん、ラストです。さあググったよ。赤、うん、まあでも2回出ればね、優秀だよね。大勝利。貝塚が現在4ですか。見ましょう。前回確か3か2だった記憶がありますね。4なので5になりました。なのでここはまず PR からいきましょう、うん、ミキサー要員になれ。なった。おお、ミキサーマンデーじゃなくてセレクションあと、じゃあここも最後お見せして終わりにしますか。ビリッとこ、うおー、やったじゃないですか。いったねすげえ、今回すげえ。はい、という感じでまあサクッと終わりにしますか。気持ちよく、はい、次のガチャもありますから。そうですね、もうちょっと興奮しちゃったんで一回こう切ります。はい、はい、ということでまた動画でお会いいたしましょう。バイバイ。